おかえりー、おもちゃ、ただいま、おかえり、開演おめでとう、おめでとう。長いようで短い。いやでも長かった。長かったよ。どっちなんだろう。俺は短かった。嘘。短くはないけどな。としみついねえなって思ってたよ。そう。今日もいねえな、としみつ。いやね。でも俺はもう本当になんか毎日なんかリセットしてもう一回最初からみたいな感じで生活してた。めちゃくちゃ怖いやん、なんか。どういうこと。同じ日がまた始まるみたいな。全く同じなのよ。一生続くからでもね。そう、一生続くからって。エンドレスエイト。もう朝6時半に起きて、いてててててって言いながらしょんべんして、風呂入って、飯食って、みたいな。わかる、それは。昼過ぎまでね、意外となんか、あっという間というか。昼から長いんだ。昼から、治りかけはね、治りかけてきたら、その時間経過が長く感じるの。結局、最も時間を潰させてくれたのは何？いや、でも動物の森じゃないですか。動物の森だな、それは。やっぱりね、超助かりました。うわぁ、だよな。さすがに俺もその状況なら買ってたもんな。だからね、不幸中の幸いというか、これなかったら、もうしんどかったよ。ネットフリックスとかもね、まあ意外と見んのよ。わかる？意外と見れないよな。でも、相席食堂だけは全部見た。あれさ、少なくない？少ない。もっと増やしてくれと思うもん。相席食堂。何それ。なんで食う。相席食堂食うやつよう見る。そんな状況で。千鳥の相席食堂。千鳥さんの。あああれだ。そのロケ、あの食ってみな飛ぶぞってあるじゃん。長州力士。はいはいはい。あの番組。あれそうなんだ。あれがそう。でおかしいと思ったら、千鳥の二人がジャーンってボタンを押して、ちょっと待てって言って突っ込んでいくっていう。おめっちゃおもろいね。もうあれでゲタゲタ笑ってたもん。一番笑ってた。よく笑えるね。清水マジで平気そうさがすごかったな、ね、元気だったね。うん、元気だったよ。自分から面白いものなんてとても見れんかったわ。確かに哲也笑かさないで怒ってたもんね。違いすぎたよ、結局ね。元気だったね。俺こっち側めっちゃ早いなと思った。え、一瞬で出てきた。え、尺を早かったね。そう感じたな。全然俺哲也の時そうだった。でも本当にね、なんだろうな、入院はしない方がいいなと思った、何にしても。健康一番だね。あれなのよ、その生きてるなっていう感覚をね、失いかけるね、やっぱり。なんだろうな、悲しくなってきた。俺多分、例えばね、病にかかって入院したら、すぐ死ぬんだろうな、俺みたいな。落ちちゃうの。落ちちゃう。命の楽しみ。やっぱ気持ち落ちちゃうね、その窓、外の景色を眺める時の顔、やばいもん、やっぱり。お見舞い行った時にさ、徹夜ほど落ちてる感なかったよ、全然。まあね、まああの結構デバイスがいっぱいありましたから、僕。まあね、徹夜の部屋に入った時はやっぱ死の匂いがするね。ちょっとだけね、本当に大丈夫って思ったもんね。地の匂いだ、それ。でも、シミツのさ、ビューツはさ、ここでなんかライブ映像流れて、こっちニュース流れて、そんで動物のやってるから。匂いすごくあれ、コックピットみたいな。でも、牛さんが来てくれて、その他にさ、もう一回来てくれた時あったじゃん。その時は、来た時ね、画面5個ついてたから。画面5個ついてたからね。ご飯もさ、あれマジで結構お腹パンパンになるぐらいなるね。そうそうそう、だからもう俺さ、としみつのさ、なんかあるじゃん、書くやつ自分で、あれ見てびっくりしたもん。じゃあ、カツ丼とか。いや、普通にあの、なんていうの、どれだけ食べたかって。そう、自分でね、書くんですよ、この今日は何割食べたかみたいな。最初は当然健康だから10、10、10で1から10って書く。でも俺4日目からもう10、10、10、10で9、6、4、2、3、4、3、2みたいな。食べれなくなる、食欲がなくなるんだね。痛すぎて、治りかけて痛すぎて、もうこれ食ったら痛みに変わるんだと思ったら食えなくなって、っていうの1個目から食んのよ。うんちになるからね。と思って、年にするやつさ、こうチェックして、どれどれってさ、やっとるかな、やっとるかなと思って、チェックしたらさ、8、9、8、9、10。頭いい子みたいだったね。8、9、9、9、9、9、9、8、9みたいなやつ。すごい。高スコア、高スコアだった。信じられなかった、あれ。やっぱうんちはでも怖かったね。朝やっぱりさ、うんちしたくなるとさ、あの、地が下がってくるみたいなやつでさ、痛いっていうじゃん。腸が下がってくる、なんだろう、わかんないけどさ。私に取りか。そう。あれはね、辛かったね。やっぱ俺朝一が一番辛かったもん。うん、夜から。夜中痛くて起きたしね。へぇ、あ、出し水でも起きたのか。いっと。と思って、痛み止め飲んで、寝て、みたいな。中が痛いの？外が痛いの？中。あ、中なんだ。中っていうか、なんかその、なんだろうね。難しいのよ。外ではないことが分かる。でもさ、どこ痛いってのね、肛門のさ、まあもうそれ切れてるから、もうその時はないのかもしれんけどさ、肛門の外側にあるところが痛いって結構不思議というかさ、そこに場所があるのがそもそも不思議だから、どこが痛いんだろうって。ね、ファントムペインじゃん。
芸術ないところ痛かった腕切れた本当でもね、その毎朝ね、5時からその動物森、あつ森を配信してるね、ゲーム実況者の友達がいるんですよ、コーマイっていう、うん、あいつにマジで助けられた。だって朝何、どんなに早く来てもさ、あいつ配信してんの、朝5時から11時ぐらいまで。すごいね、ちょうどその瞬間のためだよ。もうずっと毎日見てたもん。何回コメントしたかわからんもんね。結構前のさ、そんなに、まあ、3万人、でもあいつも5000人ぐらい増えたの。3万人ぐらいで登録者が、見てる人が、あつ森でだいたい1000から1500人ぐらいで。結構見てるじゃん。うん、でさ、まあ、もう俺のこと、俺とコーマに繋がってるの知らない人多いからさ、PBG とかで仲いいから。うんうん、コメントしたらさ、なんで年光がいるみたいになってきてさ、みんな知らないのよ。確かにびっくりするね。結構ね、毎朝楽しかったな。結構ね、いろんなことありましたよ、でも入院中に。世間も、いや、そう、年光が2週間いる間に世間は大変なことになってんだよ。確かにね、年光がいないから世間入院しちゃったから。桜も満開になってるしね、びっくりしたもん、ね、玄関出て。確かに本当に2週間ぶり、タバコも吸わないからさ、外も出ないの、マジで。ウィーンってタバコしかないもんね、理由。そう、ウィーンってたらさ、満開の桜がここになってさ、泣きそうになったっすよ。ワニックじゃん、ワニック、そう、ワニックみたいな気持ちだった。死んでんじゃねえか、やめろよ。今年桜マジで見てないな。まあ、通りかかってみるぐらい。ただの木。帰り道にさすがにちょっと見た、こうやって窓から、うん、車窓から。今めっちゃ綺麗だよね、ほんと。次ほんと来るよ、誰か、字。まあ来年、年一なら次誰だろう。でも俺、現段階で健康だからないんじゃないの。まあチェックした人は、うん、まあそうね。梅丸とかありそうだな。梅丸ありそう。結構、なんかな、うんこするか。こんななる数ある病気の中で。じじじ。そしたら少女時代みたいになるもんね。血は確かに多いよね。じじじ。なってる人は。まあ、そうね。気づかずなってる人がいるんだもんね、だって。うん、そう。そうなんだよ。でもやっぱり夢はある気がすんな。なんかうんちに関わるさ、なんていうの、いやでも分かる。でも俺、何、便が難便すぎるから、あシャーシャーなんだよね。あ、え、てかさ、待って、一番やばくない？一番やばい、もうやばいよ、ほんとに。シャーシャー、何が いや、そこに硬いとこはさ、切れじゃん、分かるじゃん、うん、でも水だったらじゃあいいかってなるとね、違うんですよ。違う、そうそう、なんか一旦聞けないんで、ちょっと二郎になるんですよ。そう、は二郎、二郎系、二郎系なんですよ。なんかシャーシャーはなんか胃液が混じってるから炎症が起きやすいみたいな。ちっちゃい、細かいからこの肛門らへんの底にさ、溜まってっちゃう、菌が入っちゃうね、うん、その菌で穴が開いてって海が溜まって、でもケツの外に穴開けてそれを出すしかない。肛門があって、痔瘻は本当にこの辺に穴が開くんだよ。肛門があって、ここに、ね、もう肛門2個目ができる。2個目どこじゃない、もう4個目ぐらいまで一気に。怖すぎね。トンネル掘られちゃうんだよね。そうそう、痔瘻はだって結構シャーシャーだもんね。でも痔瘻は多分なってる瞬間にもう痛いやん。まあ多分でもその、うん、その頃にはもうできてるから痛いってことは。できてたらもうできてるよね。いや多分痔瘻じゃん。多分ね、俺が思うに、多分イボがあるんじゃないかなとは思う。はい。はい、まあ、はい。思ったらあるよ、あるよ。いや、病院行けや。で、出てき、何何なかったら分かるやん、ないなって。違う、普通に、いや、なんて言ったらいいんだろう。まあ、あるなら、自動自覚だろうなっていう。覚悟はあるだろうなっていう。そんな自覚ないんだから、健康な人は。そんな自覚ってどっちだよ。あ、誰始まったやん、また。あるやん、それは絶対じゃ。自覚の自覚があるんだろ。まあまあ、なんか機会があったらね、また何かしら。機会があったらね、遅いのよ。もうないもう今すぐケツを見せろ、終わって、こうバーンって。今見してもう。3回目はさ、3人目はさすがに、なんていうの、その不摂生じゃないけど、なんていう、不養生というか。そう、まあまあそうだね。もうただの、ね、気の緩みだよ、それ。うん、怠け者になっちゃう。だってよ、哲也がさ、その自動見た時あったじゃん、その俺入院する前にさ、あの入院期、入り。うん、ね、部屋の中で撮ったやつ、血なんですよって時に俺の顔見てみ、ずっと。俺めっちゃ笑ってるから。はいはい。はい。ね、はいはいはい。って言ってんのよ。1年後それなのよ。今俺これ何が起こるか分からんだよ。え？もう必死になってる。お前ちょっと心配になってる。心配だよ、それ。体のことはね。哲也はなんで気づいたの？出てきちゃった。だから俺は最初は、うんこしたら出てきて、時間。まあ、終わったら引っ込むぐらいのサイズで、その時間がどんどん長くなってくる。
あ、出てる時間が時間は時間だよね時間はいいよそういう、そういう部位があるのかな、ね、そう、地獄だ俺もずっとね、長年本当に付き合ってきたけどだんだんとね、出っ放しって意味がだんだん分かる、今となってはでも、としみつも出てたの出っ放しだったらしいよだから正直その長時間の激しい運動とかやると痛いのよケツ、うん、出てるとこ言ってたもんねとしみつそうやってさもうマジケツいて血出るわってさ何それやと思ってた、ね、いやそれは分かんないん、ね、結構前からトイレ終わりにさまともに歩けてなかったもんねああそうだわよく考えたらおかしいわおかしいよねなんかそういうキャラ作りだと思ってたジャステカメラ待ってないとこキャラ作りこれ大体キャラ出てたもんマジでいや、おかしいよね、あれおかしいねキャラ、なんか、ね、なんかマジ血出るとか言ってたけどなんかそういう、なんかノリみたいな、ね、近所の面白いおじさんみたいなそれ言いだれちゃったのかと思ってなんかわかるだから、カメのペースで歩いてたからね厳密には多分、高2からやってんだ俺、血をすごっすごっ始まりはそこだったんだよね、でもやっぱ怖いじゃん地の、今高校2年生のやつに言いたいの、その嫌なんだよ痔の病気で、痔でさ、肛門科行くなんて友達に知られたらどう思うやみたいな、うん、あるのよ、ね、いや、行ってもうね、先生たち何も思ってないから、あんたの、あんたのこと、うんね、そうなんだなんなら俺、自分から店に行くことねそうねマスコールパンとして、うん、どうされましたかって言われるの、優しい声で大丈夫ですか、これってねそう、あの、お尻見てほしいんですけど、なんですって自分から店にそんぐらいやっぱお尻大事よじゃあ人間ドック受けたいわそれよりも俺痔、うん、より確かに体の方が心配肝臓やってるかもしれない確かに夢丸の体重の変化はやばいと思う夢丸の負荷がすごい負荷がねだこんな急激に太ったらさアキラみたいに細胞落ちるよ変な散歩流れてさヒーヒーみたいないや今年もさ今年も受けれんくない確かにそうどうするんだろうねよくないなよくないですよあそこってでも3密に当たりするのかなどうなんでしょういやもう今行くべきじゃないんじゃない、まあ、まあ今ってね自分から飛び込んでいくのもこんな時になんか健康チェックしに行くんだって思われちゃうそれそうなんだよねもう家とスタジオ以外行けないからねいやねほんと肛門科だから逆に行けるんだよそういう専門肛門科コロナゼロでだろうな、まあ、あの理論上ねまあね、そうね、まあコロナになってやばい病院が足りないって言って、多分肛門科は結構後の方だよね最終的に行くの誰元で聞くんですけど、こうって見てもらえますかってなかなかね、最後の方だよね間違えてお尻見ちゃってねお尻は健康です行くべき行きましょうか、じゃあ行ってきますね、うん、じゃあ本当にじゃあもう一緒に行こう芝居もお尻俺は絶対みんなねお尻俺は絶対っていうそのお尻の話お尻だと今度行くよこれ近々あの定期検診みたいな定期検診一回一回今さもうカメラも向けないからてっちゃんに見せてやだそれそれそれ一つ言ってこいつら見ても何も意味ないやあるだって肛門出てないんだもん血はとしみつの見てたら分かってたじゃあ血は出てないんだもん俺が言う見てたら俺は手術しなくてよかったんだなって、うん、いやいや結局血になったら手術なんだってめちゃくちゃ恥ずかしい映像かもしれない1年後これいやいいよよくないよいやいいじゃんいやマジで今エッシュしてるかもしれないしょうがねえなエッシュしてたよフックしたって今チンゲ見えたって絶対に気をつけてくださいミスター行動が大事なんだからそれが大事なんだよね見るっていうああでも今んとこはいないほらあトイレットペーパーの傘がいっぱいあるだけお前さついちゃってきたねなじゃあボシュレットした後拭くやんそれでつくんだよねいや俺も最初それだったから常には出俺も常には出てないもんああなるほどねでもうんこした時俺出てないんだよな別にまあまあ、でもなんか夢もあるってさやっぱうんちに関わるトラブル多いけどさ夢もあるが入ってるのさっきねが悪いほんとお腹が弱いんだよねほんと小学校からじゃあ、うん、他の病気の可能性が出てくるよ、うん、普通にトイレ行き過ぎだもんトイレめっちゃ行くだから小学校、ね、自然教室あるじゃん10日前ってなんか撮影するときにさ誰かいねえってなってさそういうとき絶対夢丸と誰かがうんこしちゃった人によるけど夢丸と誰かがあっちとあっちとトイレ俺は大体いつも奥行くから奥の方行っちゃうんだよ今でさあたまにさ2個す終わっ入ってる時あるじゃん、うん、そういうとき開けた瞬間切れるの入んな俺だろまあね、うんこはちょっと僕お腹弱いんで心配ですね本当に怖いんですよ固くないからさ、うん、どっちかというと二郎が怖いよね外からわかんない話聞くとマジで
やばい。中は怖いね。社長さんは社長さん全部じゃなかったっけ、全部持ってたみたいな。全部。なんか、お尻ってあのストックがあるらしくて、お尻筋の。なんか3個か4つ、4つ手術切っちゃったら、もうオストメイトみたいな。そうらしいね。あ、そう。今ストックがあるんだ。じゃあ、年にざっと3期ってこと？いや、3。いや、まあ、V によるかもしれない。もう、あともう2期減らした可能性がある。でも、びっくりした。その退院してさ、次の日の朝、歯ブラシをわーってやるやんか。で、まあ、朝、さ、へでもこうかなと思って洗面台でさ、よいしょ、ふってやったらさ、全部出ちゃった、うんち。いや、わかるわかるわかる。驚くほどうんち出ちゃって、えって思って、もう、のそ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 言ってさ、パンツ脱いでさ、ビニール入れてさ、それターンって、ゴミ箱捨てたんだけど、あんな、え固形の面じゃないの？いや、そう、泥なのよ。ああ、本当に泥だから出やすいのもあるけど、やっぱりそのなんだろうね、やっぱちょっと変わっちゃったじゃん、お尻が、俺のお尻環境が、うん、あ、形もね、今持ちになったらこらえてたやつが、今までこの隙間を通ってお話してたのに、こいつがいなくなっちゃったからうんちになっちゃったじゃん。なんか門がスカスカ、門がスカスカになっちゃったんじゃないかなと思って。それは病院でやったやつ。いや、だから一昨日ぐらい、一昨日のやつ、退院した、退院して次の日の朝の話。めちゃくちゃうんこ漏らしたって。めちゃくちゃうんこ漏らした。だね、めちゃくちゃ肛門狭くなるよ。びっくりしたの、うんこが痛かったの最初。ああ、痛がってたね。治って、普通の真っ当な肛門から出る硬いうんこが痛かった。遊びで使えなくなったって言ってたもんね。そうそうそう。そういうプレイできなくなったって言ってもんね。ニューハーフウェルス行ったらさ、全然入らないじゃないですかって、ごめんなさいなんかみたいな。そういうことしてるからね。めっちゃ治ったんだね。完全完治の後に行ったら普通に狭くなっちゃって。ニューハーフヘルスってあのさ、哲也がさ行った時にさ、ガチャって開けたらさ、哲也、そうそうそう、お前もやって言われた人。あ、あそこ、それが1回目、1回目の幽霊スコスコに入った時は、何やってたの、これ、シャクシャクシャク、髪の毛、マンションのアパートの一室みたいなところ、だから看板ってか、こういうちっちゃい表紙だけあって、ね、で、ここかーってピンポーンってやったら、あげたらシャカシャカ。え、それなんでそこ行くことになったんだっけ。え、じゃ俺といたんだよね。あれ、俺は知らない、俺は知らない。ここか、どうだっけ、ここだし、ここだここだここだ、そうで、やったことないのに否定するな的な、そんな感じだよね、きっとの撮影で2人がなんか何言ったんだっけ、あれ、俺らゲイバー、あ、ゲイバー、あ、そうそう、名古屋で行って、で、俺もなぜか、なんで言ったんだっけ。いや、哲也なんで言ったんだ、なんで言ったんだよね。なんか言っただろうね。俺なんか運転手だったよね。あ、そうかも。運転手やってたのお前、俺らの。そうで、俺らが行ってない間に、そうか、行ってくるよ、一緒に行ったけど、でも俺撮影のシーン的に別に映らない方がいいから、うん、どっかで待ってるって言って、じゃあ風俗行こうってやって、まあまあまあ、で、運転手だったから芝生に携帯渡して、はい、俺が俺好みそうな人選んどいてって言って、場所だけ伝えられて、ここに行けばいいかなって言って行ったら、ニューハーフだったんで。なるほどね。で、終わりの徹夜を二人で迎え行ったんだ。それ確かツイッター上げてよ、確か俺。ツイッターだったっけ、徹夜終わったやつ。なんかで違って話した覚えはあるよね。お前、ね、みたいな話を久しぶりに聞いたけど。めっちゃ怒られると思ったら、徹夜、おい、ありがとうって言われて。そう。くっちょって言われて。おかしい、新世界開いたな、あれは。なんだっけな、だってすごい嬉しさどうしたんだよな。あんないいと思うんだったな。その女の子の気持ちが分かったってわけやがなこと言ってたもん、ね、いや、ほんとすごいよね、この、あるやろ、入れるよ入れるよって言ってさ、うん、早く入れてよの、このね、謎になり、入れてたよね、それ初めてじゃないって、その話、そんなカメラで多分前に話してるって、どっか幼児ある時でしょ、これ謎に、そう、幼児もあった。だから俺は常時しまってあるから、うんこすると出るタイプだ、普通の肛門で。出し入れするわけ、出ちゃう。出し入れして、いや、あ、行った、俺めちゃくちゃいい星なんですよ、大丈夫ですかって。でもまあたまにやっぱいるんだよ、いるんだよ、ね、うん、そんななんか普通の顔になっちゃう、いるんだよ、いるんだよ、たまにね。だから別にそんな驚いてなかった、あーあー、そうなのみたいな、別に滞りなく。今の声のトーン同じなんだろうな。めっちゃ風俗なんですするやん。ちなみに好みな YouTuber は壁砲と声だけだった。うわー、ガチムチっぽい感じだな。わかるなー、まあ、産経好きな。そういうことか。とじみつはその、なんていうの、そっち方面の欲は発散というか、できるんですか、うん、あ、でも2回し…ニューハーフェルス、いや、
やばいよくない。いや、もう2回しこったって言わしたけど、なんか勢いで言わしたけど恥ずかしい話だな。カメラですごいわ、ね、本当に絶対無理だもん。でもやっぱりでもケツに力入っちゃうね、やっぱり、うん、あ入ってんだね。その昇天するときにさ、昇竜拳なんてさ、余韻があるじゃん、余波が、うんうん、余波がやっぱ痛い。あじわじわじわ、それを耐えれるんだよ、それがまた耐えれちゃうからね、いかんやね。これどうすんの、スミロ先生にとったら。なんでよ、ほんとにって言われちゃうんだよ。おすすめはされんもんな、それ、ね、負荷がかかってるからね、あんましたくないよね。我慢できなかったよね。いやでも2週間に2回というね、うん、ペースと考えれば相当我慢した方ですよね。いや退院後でしょ。退院後1回と入院中1回。すごい、本当に入院中はすごい。すごい。でもラストラスト2日前ぐらい、狂気の沙汰だよそれ。徹夜2週間何もなし。いやもう卒業じゃねえや、退院してからも全然。でもラスト2日ぐらいはね、あ今日いけんな、マジ何も痛くねえって日があるの。その1日の中に2時間ぐらい、今あ、まあ、調子いい時間もある。俺が、前にうんこした後より痛くないやんみたいな、うん、普通に異常だった時は痛くない時があって、今いけんなと思ってその時に言いましたね。ちゃっちゃかちゃってちゃっちゃちゃって、ずっと弱ってる姿見たかったな。めっちゃ元気だったな。あーってなってほしかった。お見舞い感なかった。それだからその、あれなんだよ、入院で下げることしないから人。入院だっつってさ、入院したらさ、あなんかあの人入院してたなみたいなあるじゃん、おじいちゃんとかさ、ガラガラっつったらさ、じゃあまた来るだねって言うのにさ、あめっちゃ入院してたなみたいなあるじゃん。あれ嫌なんだ俺。そこ気遣ってたの俺。だからそこだから結構俺。じゃあ俺らが帰った後はってなって、いやなってないけど、なってないけど、なってないけど、だから若いうちは、ね、そうだから母を見に行くとこだと思ってたの、入院は。それその LINE でさ、そのなんか励ましてくれたんだけどさ、おい俺は術後すぐにめちゃくちゃ遊び行っちゃって血にバーバーになっちゃってるけどさ、気をつけろよーつって。いやすごいなと思って。無理なのよ。一番すごいよね。無理なんだよまずね、術後で遊び行っちゃうっていうことは無理なんだよ、あの痛くて、どんなに昔だろうがね。バカだなこの人と思って。本当にバカ、信じられない。柑橘だな。なんだー、つまんねえのー。悩んでたな。来た時ね、そう、年寄りケツ触らせろって言ってたもんね。うぇーい。汚ねえつなぎ来てね。マジマリオだったもんな。汚ねえつなぎ来てんだよな。キャラクターの成立仕方すごいよな。ハグリッドと同じだったもん。昨日気づいた俺。アナゴグーっつって。